皆さんこんここにちは野木田教授のチャンネルへようこそ今回は特別企画2としまして YouTube2 周年記念、えー、視聴回数ランキングということで、えー、オンライン授業と、えー、講義、えー、よもやま話編ということにしたいと思います。えー、2022年の4月11日をもちまして、えー、野木田教授の YouTube チャンネルが2周年を迎えました。 この動画を作成しています4月18日、えー、今日はですね、えー、オーストラリアはイースターホリデーで、えー、月曜日なんですけれども休みなんですけれども、えー、この、えー、当日の動画投稿数総数は332本で登録者数は862名。 ととといいいうううことで皆様どうも本当にごご視聴下さまましてありがとうございます登録者数がですねあと百何十人かで1000人に達するということでもうちょっと頑張っていきたいというふうに思っているところなんですけれども今回はですねその野木田教授の YouTube チャンネル2周年記念の特別企画としまして視聴回数ランキングトップ5を オンライン授業と講義よもやま話編としてお届けしたいと思います、えー、オンライン授業とですね講義よもやま話のコーナーはですね、えー、当初はですね僕の授業で、えー、気づいたこととか、えー、を動画にしてたんですけれども最近こういろいろなですねまあエンジニアリングと言いますか工学に関する社会問題などを取り上げています で、えー、チャンネル内では、えー、かなり硬派なですね真面目な話を、えー、飛び、ねえー、話してるんですけれども視聴者の方々がですね社会問題を、まあ、工学の観点からきっかける、えー、考えるきっかけになればいいんじゃないかなというふうに、えー、思っているところです。ということでですね、えー、第5位第5位は、えーそえー、再生回数。 えー、回、えー、オンライン授業24ということでバングラディッシュへの,への高性能で、えー、大気汚染物質をあまり出さない日本の、えー、石炭火力、えー、発電所建設援助は感謝されていないのかということなんですけれどもこれはですね、えー、言論プラットフォームのアゴラさんでも、えー、この記事を 記事と言いますかえとですね、えー、バングラディッシュに、えー、今、えー、高性能の超長臨界の石炭火力発電所を、えー、建設してるんですよね、えー、ODA っていうんですかね、えー、ということでやってるんですけれどもそれに対してですね結構なんか、えー、日本国内でその それを反対するというようなことがなんか学生さんの間とかで起こってるんですかね。ということなんですけれどもこれやはりね、えー、かなり、えー、バングラデシュの方の、えー、役に立っているというか、まあ、バングラデシュの方が建設、えー、してくださいと。 えー、言ってきているのがもともとの話なんですけどそれに応えてですね日本の、えー、最先端世界最先端の、えー、石炭火力発電技術をやっているということであと、えー、数年内に多分できるんじゃないでしょうかね。ということでですね今あのー、LNG が、えー、ガス、えー、火力発電 大変ななことになってますよね。ガスの価格がめちゃくちゃ上がってますし、えー、バングラデシュって結構そのガスの発電に、えー、かなり頼っているという部分があるのでこれでその、えー、発電の、えー、放置機の、えー、リスク回避と言いますか、えーまあ、石炭を使った火力、えー、発電所ができることによって、えー、だいぶこう,こう分散されてリスクも分散されるんじゃないかということとですねやはり えー、日本の得意分野の技術でやっていくということでこれはね日本にとってもこの、えー、世界最高の、えー、石炭火力発電技術を、えー、輸出するというか将来的にはこの技術でやっぱり日本食べていかないといけないんじゃないかなということで、えー、すごくこう関心が高くなっているんじゃないかなということなんですけどもただ、1つだけですねもう惜しむべくはですねこれあの日本の 最先端のものであれば、えー、大気汚染物質ほとんど出さないんですよね、えー、ノックスであるとかソックスであるとか PM2.5 であるというのはもうほとんど出さないようになってるんですけれどもこのバングラディッシュに、えー、で建設するのはそれよりも少し劣ってる。 やつなんですねですから日本の最先端のものよりも10倍ぐらいは出してしまうと、まあ、それでも、えー、ほとんど出してないんですけれども昔の旧式の、えー、石炭火力に比べれば断然クリーンなんですけれどもでもどうせやるなら、えー、そこの部分をもうちょっと、まあとどれだけお金かかるか知りませんけれどもやはり、えー、大気汚染物質を 完全に出さないですもう最高の部分を、えー、建設するのがやっぱりベストだったんじゃないかなということで、えー、もしね反対運動とかする人がいるんだったらそこの部分で、えー、ぜひねその大気汚染物質をもう完璧に除去する日本と同じように完璧に除去するものを作るべきだというふうな推進運動やるべきなんじゃないかなというふうに考えたところです。 とということで、えー、と第5位は、えー、バングラディッシュへの高性能で大気汚染物質をあまり出さない日本の石炭火力発電建設援助は監査されていないのということは感謝されているということで私の,あの大学にいる同僚の准教授の、えー、バングラディッシュの方も、えー、日本の援助に大感謝しているということで、えーえー、第5位になりました。ということでえー 次は第4位なんですけれども第4位は再生回数1193回これも石炭火力発電所に関するものなんですけれどもオンライン授業18ということで J パワー若松創業事業所で石炭ガス化燃料電池複合発電 IGFC の凄さに豪州工学部学生たちもどぎもを抜かれる。 ということで新コロンブ計画体験期その2ということですねこれですね2019年の7月に j パワー若松総合事業所に見学に、えー、私の学生たち15人を連れて九州大学から この見学に行ったんですけれどもそこではですねもちろん太陽電池であるとか、えー、とバイオマスであるとかそういう研究、えー、開発もされてるんですけれども学生の度肝を抜いたのはやはり石炭火力発電だったんですよこの石炭火力発電というのは長丁臨海の石炭火力発電だけではなくてですね、えー、その先を行く石炭ガス化複合発電。 IGCC ですね。で、さらにその上を行くですね、石炭ガス化燃料電池複合発電ということで、石炭をガス化してですね、そのガスから水素を取り出して、水素で燃料電池で発電するっていうのが一つですね。で、それとガスなので、ガスタービンで燃焼させて、えー、発電させるという、まあ、ガス、えー、発電ですよね。えっ、ー、と、それが二つ目の発電。 そしてそこでこう熱が出ますのでその余った熱でボイラーを沸かしてでそれで普通の火力発電ということでスチームである発電ということで1粒で3度おいしいという発電方法なんですよ。でこれを今えーともう若松の事業所であるパイロットプランでは実証済みでですねでそのの後今本当の えー、プラントが大崎というところで、えー、建設中であるということでこれができたらですねこれちょっとあの、あのー、JPOWER のホームページには、えー、効率が72%って書いてあるんですけども他のところでは56%とか書いてあるのでどのぐらいの効率までいけるのかっていうのは分からないんですけども少なくともですねこれから先、えー、貴重な、えー、化石燃料を有効に使用していくと。 いうことに関しては、えー、やっぱり効率化ですよね、えー、効率化が必要であるということでこれをですねぜひね日本の技術で積極推進研究して、えー、開発して、えー、近い将来にこの IGFC 成功させていただきたいなというふうに思っているところなんですけれどもこれねやはりかなり、えー、まあ言論プラットフォームのアゴラさんでも紹介してこの関連するものでですね 長々臨界とは何だろうということで紹介していただきましたけれども、えー、これやっぱり日本の誇る技術なんですよね。ということで、えー、と第4位は、えー、j パワー若松総合事業所で石炭ガス化燃料,複合電池複合燃料電池複合発電 IGFC の凄さに豪州、えー、工学部学生たちも度肝を抜かれるという話でした。 それでは第3位なんですけれども、第3位は再生回数1248回で、えー、オンライン授業34ということで、えー、暖炉や薪ストーブは、えー、脱炭素化に貢献するのかそして、塩、え、害、ー、と都市部での薪ストーブの使用のことを考えるということなんですけれども、えー、これも、えー、言論プラットフォームのアゴラさんでも えー、紹介ししていたた。だきましたでこれはですね私ねつい最近まであんまり気にかけてなかったんですけれども、えー、とあることから、えー、元東京都知,都知事の、えー、猪瀬さんの にインタビューすする記事があったんですよね、えー、それはあの電気自動車に関する記事だったんですけれどもそこで猪瀬さんの事務所で赤坂にある事務所で一番初めにその薪ストーブに、まあ、暖炉に薪を加えてからそれからこうゆっくりとお話を始めたとかいう話が書いてあったんであ,あれれれれ,れというふうに思ったわけなんですよ。というのはですね薪ストーブとか暖炉って煙が出ますよね。 その煙が出るのに東京のど真ん中でこんな出しちゃっていいのかなというふうな素朴な疑問があったのでその素朴な疑問でえやったところにツイートをいただきましてイノシさんからツイートをいただきましてえいろいろ調べているうちにやはりね薪ストーブとかえ暖炉っていうのは脱炭素化に貢献するのかしないのかっていう話もちろんあるんですけれどもえそれよりももっと前にですね 都市,部のな都市部とか住宅地の中でですね規制が全くないその薪ストーブを燃やしていいのかっていうのはやっぱりまずいんじゃないのっていう結論に至りました。ということでですねこの記事を出したら後で大反響でですねやはり相当皆さん困ってらっしゃる方がおられるということでだってそうですよね私あの 1960年代に北九州で生まれたんですけれどもその頃の北九州はもう道海湾には大腸菌さえ住めないというような公害でですね大気は汚染されて水質も,もうめちゃくちゃ悪かったんですけれどもその時に将来の子どもたちが。 えー、それでやられてしまうということで、まあ、住民運動とかが起こったんですかねそういうことですごい規制が厳しくなって、えー、大気汚染もほとんど出なくなって水質も汚れなくなってですね現在ではですねもう魚も戻ってきてるしすごい青い空が戻ってきてるということなんですけれどもそのそう,そういう公害をですね技術で克服した今ですね この2022年に、えー、どちらかといったらもう完全に抜け穴になってるわけですよねその企業じゃないので一般市民の人が、えー、住宅で、えー、薪ストーブを炊くっていうことに関してはそんなに規制がないわけですよねですから要するに口外撒き散らしているっていうのは、まあ、ゲリラ的に撒き散らしてるんじゃないかなということでこれやっぱり規制絶対必要なんじゃないかなというふうに、えー、思ったところです。 ということでですねこれやっぱりあのせっかくあの工場からの公害がなくなった日本で、えー、特に東京とかあのディーゼル規制とかして空気も劇的にきれいになってる中でですよわざわざ薪ストーブを炊いて PM2.5 とかを撒き散らすというのはこれやっぱりどう考えても世の中 の役に立たないんじゃないかなと CO2 削減とかそんな話のもっと前の話ですよ CO2 っていうのは汚染物質じゃないですからね汚染物質じゃないですから CO2 というのは我々も出しているえ息ですから息も出してるんで CO2 を出しても公害にはならないわけですよねでも PM2.5 であるとか倍円であるとかえソックスノックスとかを出すとこれはもう人が即死んじゃうような 話ですよね。喘息になったりとかですね機関支援になったりとかすることなのでこれはね、えー、行政の人たちっていうのはまず一番初めにこういうところに気をつかないといけないんじゃないかなと。えー、特にあの えー、町とか市の単位とか県の単位とかで CO2 削減で何とかとか言ってますけれどもその CO2 削減するためにですね、えー、薪ストーブを使いましょうとか言ってでそれで薪ストーブってゲホゲホなって皆さんが健康を害してるっていうのはもう完全に本末転倒じゃないかなというふうに思ったの次第ですけれどもでもそれ僕の意見って正しいのかなというふうに、えー、ちょっと不安でもあったんですけれども、えー、多くの人が見ていただいてこれはやっぱりそうだっていうことを 言ってくれた、えー、ましたので、えー、僕ので僕意見も素朴な意見素朴な意見が、えー、やっぱり、えー、普通の感覚といいますか、まあ、常識的な感覚だったんだなということで少しほっとしてるというところが、えー、ある、えー、ものでした。ということでこれは、えー、と第3位ということになります。でそれでは、えー、第2位なんですけれども第2位は再生回数2164回。 ということでオンライン授業 26GE 日立ニュークリアエナジー社が次世代小型モジュール炉をカナダで受注自然循環のみで炉心を冷却できる原子炉 BWRX の300とはということで日立評論の記事を参考にさせていただきました。ということでですねこれやっぱりあの、 GE たちというのはどういうものかということも含めてですね、小型モジュール炉で何か、何かの理由で炉が止まってしまった場合にですね、崩壊熱というのが出るんですね。それは核爆発じゃないですよ。崩壊熱なので、止めても熱が出ていくわけなんです、出てくるわけなんですけれどその出てくる熱を、普通は循環ポンプで、空冷、 足していいいいかないといけないわけなとけけけわんでですすれれども、それがですね、電源が喪失しちゃうと、えー、空冷できなくなってしまうっていうのがかなりの欠点だったわけなんですけどね原子炉のねそれを、えー、克服したですね、約7日間は停止後に7日間ぐらいの間は自然循環のみで、えー、冷却できると。 いうことですごい安全性が増した原子炉ということでこれ、なんかにせ今年から建設を始めて2年後か3年後ぐらいに完成するということで4基ですね、でこれがカナダでできるということなんですけれどもこれからますますね、まだ日本の原子力の技術というのは世界最先端をいってますのでできるだけ早めにこの技術を日本にももちろん逆輸入という形になるんですかね。 でも作ってるのは多分日本でないですかね。ということでこれもね日本の原子力の再稼働はもちろん一番先にやらなきゃいけないんですけれども今ある原子力発電所のリプレースにはこの小型モジュールがいいんじゃないかなということでいろいろと、まあ、素人なんですけれども私いろいろと考えてみたことをここで動画にしてみました。 でこれは、えー、と言論プラットフォームのアゴラさんでも関連動画として別の動画なんですけれども、えー、紹介していただくことになりました。ということでですねハえ,、えー、えある第1位は再生回数3022回の、えー、オンライン授業11位なんとテスラがモデル Y のボディを高圧鋳造で製造。 とというここなんでですすけれれどもこれはですね、えー、何を言ってるかと言いますと私、あのー、授業でですね高圧鋳造ハイプレッシャーダイキャスティングというんですけれども鋳造のことを、えー、教えてるんですけれども今まではですね、まあ、オーストラリアから、えー、自動車産業製造工場全部なくなっちゃってですね、えー エンジンブロックであるとかそういうのを、えー、鋳造で作ってるんですけれどもこれからその授業で鋳造というのは、まあ、授業で需要があるのかなと、えー、いうことに不安を感じていたんですけれどもなんとテスラの、えー、ギガプレスがですね世界最大の高圧鋳造、えー、マシンを使ってですねそれで、えー、とモデル Y のボディ えー、リアボディって言ったら後ろ側のボディ、えー、本来ならば70個ぐらいの部品があるものを一発で一個でバコーンとこう作ってしまうというのを開発したとでその開発にはですね当然、これイタリアの会社みたいなんですけれども世界最大級の高圧鋳造装置ハイプレッシャーダイキャスティングでなんですけれども、えー、それをですねやるためには合金の開発からしたと。 いうことでですねイーロン・マスクさんの YouTube ビデオを見ましたけれども彼は本当にエンジニアだなというなのがもうまさに僕が教えているようなこのシミュレーションの湯流れのシミュレーションであるとかそういうところとかその後でヒートトリートメントといって熱処理をしないといけないのに彼の開発した合金は熱処理さえしなくてよいと。 いうようよなものでこれはもうすごい感心したわけなんですけれどもちなみにどういう合金かというのは後からですねリバースエンジニアリングでいろんな方がモデル Y を多分分解したんでしょうね。ということでやってみるとアルミニウムに 8. 8. 何かのシリコンが入ってあと、えー、細々とした小さなものが入ってるという合金であるということが分かったので私ね あのオーストラリアに移住してから、えー、ポスドクでアルミシリコン合金これ、あのー、ハイポユーテクティックっていうんですけれども亜葉昌のアルミシリコン合金の鋳造業この研究をこの23年間ずっと続けてるんですけどまさにその話だったんですよね。ということで、えー、地道にコツコツとやってきた私の研究が分野がガデン一気にイーロン・マスクさんのこのモデル Y のギガプラスによってど注目されだしたと。 いうことで、えー、非常にこう嬉しい話で、もう鼻高高で、えー、授業もやってるということで、えー、授業での、えー 学生さんの食いつきもめちゃくちゃいいということで非常に良かったなということなんですけれどもこれ、関連動画としてはですね出筆論文裏話にということで電気自動車を自作してソーラーカーレースでイーロン・マスクと戦ってみたというような実は論文さえ書いてるというこれ2009年の話なんですよね。年ですかかららその頃からイーロンマスクさんといいろろな 材料開発の戦いは始まっていたのだということでこの再生回数が今年今までの中で3022回ということで一番トップだったということで、まあ、今回の話は終わらせていただきますけれどもこれオンライン授業だけではなくてですねいろいろなコーナーがありますのでぜひ皆さんこれからもご視聴をよろしくお願いいたします。